沖縄自由民主党はアメリカ世政権下の沖縄における保守政党。日本本土の自由民主党に相当する政党である。沖縄自由民主党の前身である琉球民主党や途中で名称変更した民主党についても本校で扱うこととする。琉球民主党、結成式典沖縄社会大衆党を脱党した非可修平派を中心に他の無所属議員や 保守政党を急合して1952年8月に結成された琉球民主党が沖縄の保守政党の起源である。琉球民主党は新米協調路線に立ち、非可修平行政主席の与党として野党の沖縄社会大衆党や沖縄人民党に対抗した。ところが1956年に非可修平が休止すると、 公認の東馬重武主席への対応をめぐって、琉球民主党は分裂状態になった。東馬主席と政策協定を結んで与党の立場を守るべきとする東馬派と東顧問の松岡政法を次期総裁に衰退しようとする松岡派の対立である。結局、当分の間は総裁を置かず、集団指導体制で乗り切ることになった。1958年の 第4回立法院議員総選挙では、所属議員の増反で無所属で立候補する者が相次ぎ、琉球民主党は従来の17議席から8議席に激減し、大敗した。次期行政主席選出は、立法院の代表者に諮って任命することになり、その受け皿となるために保守合同の動きが、にわかに強まった。そして、東馬派、松岡派、 保守系無所属議員が合同し1959年10月、沖縄自由民主党が結成された。総裁は、次期行政主席となるものを推すことになった。沖縄自由民主党は、行政主席候補者として、東間茂武、大田政策、松岡政保の3人を推薦し、ブース高等弁務官は、大田政策を行政主席に任命した。 第5回立法院議員総選挙で沖縄自由民主党は22議席を占める対象を収め、太田大田体制は盤石のものと思われた。しかし、キャラウェイ高等弁務官の就任で一転することになった。キャラウェイ高等弁務官はキャラウェイセンプルと呼ばれる強権発動を断行し、それに対して大田主席はそれを是認する姿勢を取り続けたため、西締順次など、 党内の反主流派は、大田の対米追従ぶりを批判し、ついに1964年6月に、反主流派が、院内会派、民政クラブを、さらに10月には発展解消して、沖縄自由党を結成、党は分裂することになった。大田は、この混乱の責任を取って、行政主席と党総裁を辞任することになった。次期行政主席に、 松岡政府が任命されると保守勢力再結集が叫ばれるようになった。新党名については話し合いが難航したが民主党とすることに決定、1964年12月に党名を解消した。民主党はこれまでの立法院議員中心の政党から党員中心の政党への改革を進め、機関紙の定期的発行や 理論武装のための勉強会を開催した。民主党の党運営も軌道に乗ったことから、1967年12月に、本土の自由民主党に合わせて、沖縄自由民主党と称することになり、本土自民党との関係をさらに深めていった。1970年3月8日、自由民主党沖縄県支部連合会となり、発展的解消した。ありがとうございます。